どうも、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今日は2本立て、前半はアプデ前で、後半で新武器使っていくぜ。さて、初手折りなんか失敗した上に宝箱もありませんね。フロアドロップも古文の宅食来ですね。いきなりヤバそうだが。こうなったら隣の家を漁られる前に制圧するしかないわ。あんまりダメージでないけどとりあえずぶっ飛ばれる前に攻撃。ちょっとだけダメージ入ったな。シャドウボム使ってきたわね。ということは武器持ってないのかな。てかもしかしてこの人のスキン。ならだー。おお、いきなり同じスキンの人と当たるとは。なんかすごい偶然ね。しかもこの撮影の時、まだ奈良ちゃんの動画出してなかったと思うわ。マジで偶然の一致だな。さて、サクサブも拾えたんでとりあえずいい感じね。この家の中も探索しましょうか。となんか別の敵が近づいてきてる。ここは安定のサクサブよ。うん、やっぱり強いね。この時はまさか、もうすぐ保管庫域になるとは思ってもいなかったよな。さて、シールドがないのが若干不安だけど、このままだと勝ち目が薄いので、この家の中にいる人と対決します。でも、どこにいるんだ？ふふ、こういう時の心理は大体わかるわよ。多くの場合、この階段の下に隠れるのだ。だからもうこれごと壊しちゃえば。あ、ほんとだ、いるじゃん。あっぷな、室内でブーム棒撃ってくるよあの人。シールドないから、バック食らったらアウトだぜ。でもここはブーム棒のためにも積極的に攻めるわよ。よし、なんか金武器いっぱい持ってんじゃん。ポーションもゲット。おお、こりゃあよかったな。お、狙撃バトルか。霊夢よくその場所でやってるよな。今回はブームボーと、セミオートもあるよ。ああ、撤所で195ダメージ入ったのに、倒せなかったな。くそー、もどかしい、もどかしいよ。もうこうなったら顔出しては来ないだろうな。あ、ボーダーだ。ブームボーで攻撃するわよ。最初の一発が肝心、よく見極めて、確実に当てるわよ。めっちゃ溜めるじゃねえか。よし、ここの坂を登るときよ。やったー、一発で倒した。シールドなかったんだな。なんか別のボーラー来てるし、こっちもボーラーでドロップ取りに行くわよ。で、あれ金のヘビ砂じゃん。やったね。当たったけど、今のはヘッドで倒しきりたかったな。あ、まただな。さあ、あと5人。インベントリが1つ空いてるのは、デカボー飲んだからだよ。さて、この場所ならブームボー当てやすそうね。よし、これで残り4人。さて、前回のように天空ヘビ砂ブームボーやっているよ。わ、でも建築撃たれてるぜ。うわぁ、落とされた。まあ仕方ないわね。そこの屋根の上から建築してなんとか頑張るわ。焚き火の煙が見えてたから、そこの建築に一人はいるはずだな。あ、でもやばい、ちょっとミスった。おっと、敵同士で戦ってくれたみたいだぞ。これであと一人目、建築でマウント取るわ。今度はうまくやるんだぜ、霊夢。オッケー、任せといて。これで上は取れたでしょう。霊夢はショットガン持ってないからな、距離を取って戦いたいところだ。よし、このブーム棒で、あーミスった、リロードだ。何してんだよ。言い訳だけど、これリロードできてなくても構えれるの紛らわしい。でもまだチャンスはあるわよ。相手が下から登ってきてるぞ。よし、これはもら、あー。いやー、ドンマイ霊夢。相手さんの建築、見事だったぜ。さて、アプできましたね。まさか。まさかサクサブが消えるとは、霊夢結構好きだったもんな。まあタクティカルアサルトと性能被ってる感じしたし、しょうがない部分はあるよな。その代わり、新しく追加されたバースト SMG に行きたいね。お、これか、早速出てきたよ。なんか見た目はちょっとあれみたいだね。スノーボールランチャー。そうかなー。でもまあ白い武器は珍しいよな。この武器、4点バーストで弾が出るみたいだね。試し撃ちしてみたいけど、場所がバレるのも嫌なんで、敵が来た時に使ってみようと思うよ。それまでは物資集めだな。あ、敵がいますね。ボードに乗ってる敵は、まずはコンバットショットガン。あ、あれ？この前はうまくいったのにな。もういいわ、ここで新武器よ。さあ、どんなもんかな。おい、当たってないぞ。でも近距離でこそ力を発揮するからね。なんか、霊夢はガバガバだし相手の宅所も当たってた気もするし、いろいろ突っ込みどころはあったが、一応新武器で初キル取れたわ。これ、結構いい感じよ。あ、そこで補給物資をめぐって二人が戦ってますね。ここは私がこっそり、補給物資だけいただいちゃいましょうか。うわぁ、ひっせいな。まあまあそう言わずに、
攻撃しないんだから平和主義と言ってほしいね。そうやってまた都合のいいこと言うんだから。お、金コンバット、やったー。しかもちょうどよく裂け目まで、これでパパッと逃げれますね。戦ってる二人からしたら、狐につままれた気分だろうな。まあ、こちとらならスキンですからね。さてと、資材集め資材集め。おっと、足音が聞こえるわ。誰か来たみたいだな。どこだ、外に出て確かめよう。危な、ヘビ砂か。ここでバースト SMG。おーすげー、新武器で2キルじゃん。これいいわ、気に入った。公式の説明通り、近距離でかなりの威力を発揮するな。ヘッショの倍率がサクサブより若干低いけどね。そこのボーラーを。とやばい、そんなことしてる場合じゃない。誰かがジップラインで登ってきてる。もっと早く気づけたら、狙撃も狙えたのにな。とりあえず建築バトルよ。と、意外と簡単に上取れたわね。ここはコンバットショットガンだけで勝てそうよ。お、ナイスなんだぜ。しかもこの人、青のバースト SMG に、スカーまで持ってたようね。だいぶ武器は強くなるな。よし、ここまで来たら敵はいないでしょう。ヘビ砂で建築のあたりを除いて狙撃体制よ。敵いないしボーラーでも壊しとくか。うわあ、なんだなんだ、めっちゃ食らった。びっくりしたな。ヘビ砂？いや、ダメージ的に違う。ショットガンっぽかったが、え、近くに敵いんの？足音が。うわあ、物資か、気づかなかった。一旦ボーラーで遠くまで逃げて体力回復しなきゃ。危なかったな。二発目撃たれなくてよかったな。撃たれてたら確実に織田物だったでしょうね。しかも近くにボーラー置いてたからすぐ逃げられたな。お、あそこにちょうどよくメディキ落ちてるわ。やったー、これでさっきと同じまで回復できるわね。あ、そこに敵いるわ。まずはヘビスミで撃って、スカーで追い撃てよ。あとちょっとで倒せそうだが、う、なかなか当たんないわ。でもまあ、建築してこないからなんとかなりそうね。これで、残る敵は3人だな。このザブロック初めて見たけどさ、なんかこの突起のところ一番強くね。ちょうどアンチに入ってるな。この試合においては間違いなくベスポジだぜ。よし、ここをキープするわよ。グライダーはないけど、ボーラーあるから最悪脱出できるしね。下に敵いるから登ってくるかと思ってこれ設置したけど、やっぱりいらないや、壊した。おい、何やってんだよ。てかなんで毎回終盤に重大なミスを犯すんだよ。や、やばい。落下ダメージ気をつけていかないと。ってそこに普通にいるんだけど。しかももうちょっとで倒せそうだよ。黄色で83ダメージだったな。ここで新武器を使っていくわ。おお、建築壊してそのまま当たった。立てこもってる相手にも有効なのかもな。よし、これで敵はあと一人よ。グライダーはないけど、ちょっとずつ降りていけば大丈夫よ。でもこのザブロックだと、敵を見つけるの大変そうだな。そうね、開けた場所に移動してからの戦いになりそうね。うわ、びっくりした。なになに、敵がいるの？いや、このタイミングでドローン撃つとは考えにくい。多分ドローンがストームに入って壊れた音だな。そうか、ここホットスポットだったのね。とにかく、ドローンの音は気にせずに行かないとね。いやー、高所に売り取れてるから。グライダーがあればこのまま天空もできたのにな。このくらいの高さで我慢するしかないわね。さあ、相手さんはどこかな。多分ザブロックから出てくるとは思うが。先制攻撃を仕掛けたいところよね。あ、いるじゃん。バースト SMG にも使えて攻撃よ。ウォーを建築も壊しちゃえ。お、いいダメージ入ったな。よし、あとは金コンバットだ。やったー、新武器使っていきなりビクロイ取れたよ。バースト SMG、結構活躍してたな。思ったよりかなり使える武器だったわ。特に、木の建築を破壊しながらの攻撃が強いと感じたわ。確かにな、まだちょっとしか使ってないからわからんけど、今後もよく使うようになるかもしれないな。みんなはもう、新武器は使ってみたかな。よかったら感想など、気軽にコメントしてくれなんだぜ。クリエイターサポートも、よかったらお願いしますね。というわけで、私たちはこの辺で失礼するぜ。また別の動画で会おうね。皆さん、最後までご視聴、ありがとうございました。グサをゆっくり、のコードを入力して、ぜひ、クリエイターサポートをお願いします。こちらには、この動画を見てくれた皆さんに、おすすめの動画のリンクを貼ってるぜ。ぜひチェックしてみてくれなんだぜ。チャンネル登録も、まだの方は画面上のアイコンからできるから、どうぞよろしくお願いします。それじゃあ、また次の動画も見に来てくれよな。まったねー。